一つだけね、皆さんにもね、示せることは、栃木県の足利市、今書いてますけどね、栃木県の足利市で桜井が騒いだことでね、もうあれだけギャン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 やったおかげで、現地にいたね、ハザールでござるっていうね、ムスリムの人間がいるんですよ。これがね、現地の足利市のムスリムの元締めらしいんですけどね。この元締めがおとなしくなったんですよ。もうそれまではギャン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 やってたんですよ。墓地を作ってね。で、土葬用の墓地を作って、 勝手に作ってですね。で、ここを土葬用として使わせろとか言ったりですね。ほんで街中で、モスクですね。モスク建てて、で、そこでね、こう、お祈りをしてですね。で、周り中にね、こう、車を止めてですね、こう、どんちゃん騒ぎやってたらしいんですけども、桜井先生が言って、大騒ぎしたおかげでね、表だって言わなくなってきたんですよね。まあもちろんね、筑波大学のね、人間みたいにね、あんた首切られたらね、後ろからいきなり襲ってね、首切られる、これが暗殺者ですよね。こんな人間がいたらですね、さすがにね、 こう、防ぎようがないかもしれないけれども、でもね、ここ日本ですから。うん、でもあの一見でもわかる通り、ムスリムって危険なんですよ。宗教のためだったら人殺せる。これおかしいでしょっていう。少なくともね、ムハンマドの教えたですね、このムスリムっていうものは、人を殺すことを聖戦、ジハードと言って、OK 出してるんですね。それ言うんだったら、ヤソ教だって同じだし、ユダヤ教でも同じですけれどもね。 でも、仏教だって同じですよ。仏教は違うとか言うアホがいるけども、仏像がいたでしょうに。比叡山に仏像が立てこもってですね。ほんで、あの、七、肉林の世界広げてんで、織田信長が怒って、焼き打ちにするんですが。神道だって無罪じゃないですからね。神道だって、通仏戦争をやってますからね。仏教と戦ってますわね。で、そこで多くの人殺してるわけですよね。これが宗教なんです。だから私は宗教を信じられないと言ってるんですよ。人の作った宗教なんてものを信じる方が馬鹿だとしか言いようがないんですけどね。 まあそれでもね、天意があることは信じます。天に意志があるっていうことぐらいは信じてるんですよ。まあその天意に基づいてね、今の日本のね、伝統文化風習を守るっていうことであるならば、これを保守だと言うんであるならば、ムスリムなんていうものを絶対に日本に入れちゃいけないということですね。